今回は、ゆでるうまさ、ちくわとしめじの唐揚げの作り方を紹介します。さらっと揚がったちくわとしめじに、花椒と塩をかけていただきます。お酒のつまみに最高の一品ですよ。それでは作っていきましょう。材料は、小さめのちくわ1袋5本、4等分に輪切り、しめじ1分の1パック、しその葉は1枚、おろし生姜小さじ1です。ちくわにおろし生姜を入れ、軽く合わせておきます。水溶き片栗粉を大さじ4入れます。その上に小麦粉を大さじ1入れ、軽く混ぜ合わせます。小麦粉を全体にまぶしたら、片栗粉を大さじ1入れ、まぶします。このくらいにまぶせたら OK です。鍋に油を入れ、170度の高温に温めます。油からうっすらと煙が出てきたら、ちくわとしめじを入れ、揚げていきます。塊にならないように、少しずつ油の中に入れていきます。表面が固まるまでは触らないようにしましょう。大体30秒くらい揚げれば OK です。こんがりとした色になってきたら引き上げます。揚げたちくわとしめじを皿に乗せ、その上から塩と花椒を軽く振りかけます。最後に香りと彩りに刻んだシソの葉を振りかければ完成です。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介します。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。